はい、皆さんこんにちは、ターザンババゾウです。そして宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知をもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日タイガー桜井は、モンストロキャラバンでお休みとなっております。バナエさんデートですデートではないと思ったはい、ということで今回は鬼滅コラボ第2弾重心化怪キャラ使用後ガチ評価ということでね、はい、学んで、煉獄さん、禰豆子、宇髄天元ということになっております。はい、ということで、一応図鑑ナンバー順に言うと煉獄さん、はい、からいきましょう。わかりました。はい、貫通ゲージア人の超バランス型、超アンチダメージウォール、超アンチウィンドウ、貴族性耐性 M で、ゲージで超アンチワープ、底力で、コネクトスキルでアンチ魔法陣、貴族性キラー、SS ターン、アクセルがついております。で、条件は地震と種族が異なるキャラが2体以上、または地震と戦型が異なるキャラが2体以上で、ストライクショットは24プラス4で、増えた最初の敵を攻撃と。で、友情コンボは、ツインインボリュートスフィアと、超強破裂斬撃弾となっております。ババゾノさん、アビリティの説明ありがとうございます。はい、ということで煉獄なんですけど、まず変更点としては、超アンチウィンドウ、こちらが入りました。はい、なのでウィンドウへの対応もできるようになったと。そして、SS ターンアクセル、こちらが追加になった。もともとがその SS を短縮するっていうアビリティを持っていなかったので、今回コネクトスキルでこちらが入ったことによって、まあ難しいクエストではね、早く SS が打てる可能性が出てきたかなっていう感じがします。まあこれはすごくいいんじゃないかなと思いました。はい、そして、まあ、SS 自体、まあ、これがなんか、まあ、大きな変更はないのかなっていう感じ。はい、まあ、普通の重心化の時のなんか煉獄と同じような使い方で間違ってない。まあ触れた最初の敵にね、まあ、弱点吸収型、吸収っていうのかな、どこ当たっても弱点判定になる、追撃を持ってました。これが非常にもともとね倍率強力だったんで、はい、まあ、それを継続しているっていう感じですね。はい、そしてめちゃくちゃ変わった点、ツインインボリュートスフィア、こちらになりました。もともとがね、こちら、インボリュートスフィアナローだったんですよね。まあ、これが、はい、これが、ツインになった。これがちょっとめちゃくちゃ強い。まあ、もともとね、その、ロイマスタングとかもね、ツインインボリュートスフィアだったので、はい、なんか威力感とかは分かってるなっていう感じだったんだけど、まあ、なんか、こいつ煉獄に関しては、まあ、やっぱ貴族性キラーが常に乗ってくるのってなんかとんでもない威力感してる、まあ、想像以上にね。はい、まあ、なのでこのツインボリュートスフィアで、まあ、例えば天魔さんだったりとか、プレデビオルだったりとか、なんだろう、ギミックがなんか完全に合致してないステージでもなぜか活躍してしまっている。これが今回この煉獄のやばいところで、もうツインインボリュートスフィアこれだけでそんなに変わるかっていうレベル。まあだから今回その強化幅としては、その超ウィンドと SS ターンアクセルぐらいしかもらわなかったのかなと思った。ちょっとツインインボリュートスフィアの部分の強化がマジででけえ。これ。すごくびっくりしました。多分天魔さんで使った人とか、プレデビュー使った人はマジでわかると思うんですけど、あれこんなに変わるっていうレベルで。もともとアミダとかね、まあ、ロイマスタングとかも強かったんですけど、なんかそんなに強さ、まあ強かったんだけど、うん、なんか煉獄はなんかここまで変わるかっていうレベルになんか強く感じました。うん、まあ天魔さんの影響も多いかな。うん、あそこなんかなぜかボスも友情で削るし、プニとかネクロンとか、ボス前のステージのネクロのステージがすごく雑魚処理、鬼丸とかで直殴りでしてめんどくさかったなって印象あるところを友情で溶かして楽にしてくれたりとか、うん、そういったところがね、今回使ってみてびっくりしましたね。うん、マジで、ちゃんと役割もらえたかな。アビリティではなんかあんまもらってないかなと思ったけど、この友情で適性を無理やり勝ち取ったっていう感じになってるのが、この煉獄のすごいところ。うん、これは素晴らしい重心化回じゃないかなと思います。ってことで、ババゾノさん、禰豆子の説明お願いします。じゃあ次は、禰豆子かな。禰豆子、禰豆子、禰豆子。はい、反射ゲージ満足、超スピード型で、アンチ魔法陣、魔封陣 M、リジェネ M、友情ブーストで、ゲージでアンチブロック、超アンチ減速壁となりました。
で、コネクトスキルが超アンチダメージウォールダウンポジションキラーで、条件は自身と種族が異なるキャラが2体以上または合計落100以上で、ストレフトは16ターンプラス8で、スピードとパワーがアップし、触れた味方の状態以上回復&停止後に最初に触れた敵を蹴り上げる。はい、はい、で、友情コンボはランページ反射レーザー EL1、 そして反射衝撃が18となっております。はい、ということで、まあ、変わった点からいきますか、うん、こっちも、はいはい、まず、魔族キラーだったんですよ、うんうんうん、それが魔封じ M なので、うん、魔人にもそのキラーが適用になった、はいはい、そして友情ブースト、友情が強くなりました、うん、そしてアンチブロック、うん、このアンチブロックでかいですね。そうだね、まあ、欲しかった部分って感じかな、ネズコにはね。結構主になり得る、うんうんはい、ギミックなので、ここ対応してくれたのは偉いかなと思います、はいうん、そしてアンチ減速壁が、超アンチ減速壁になりました。これもありがたいよね、うんうん、これもう全然使用感変わりました。もともとが、普通のアンチ減速壁だったんで、うんはい、もうこれが超になるだけで、やっぱスピードが上がる系のね、うん、その超気味っていうのは、すごく重宝するのって偉いかなと思います、うんはい、はい。で、コネクトですね、うんまあ、コネクトに関してもかなり発動させやすい部類かなと思ってます、うんうんまあ、合計落100以上もありますし、うんまあ、種族が異なるけど2体以上、まあ、魔族なんで、うんまあ、茨城が魔族だったかな、異なるんだったら。はい、まあ、それ以外とは仲良くやってけそうだなっていう感じがしてます、うん、はい、はい、で SS、うんはい、これも変わりましたね、うんうん、あの蹴り上げになった。そうだね、まあ、蹴り上げになったことによって、その元々が 40% の割合っていう感じだったんですけど、うんうん、固定ダメージも入るようになった、うんうんはいまあ、200万とかだったかな、うんうんうん、はい。まあ、なので、まあ、多分大概は 40% の割合として使う部分が多いと思うんですけど、一応蹴り上げも入ったよみたいなぐらいで覚えとけばいいと思います、うんはいはい、で友情コンボも反射衝撃が18になった、もともとが12でしたっけね、うん、12ですね、まあ、これが18になったことで、まあ、友情ブーストも入って、うんかなり強くなったよっていう感じで、うんはいまあ、だけどね、そのこいつはなんか優勝で貢献してくれっていうキャラではないので、うんうん、個人的には割合で高難易度、まあ、特殊な感じでダメージを入れたい時に使うキャラかなと思うので、うんまあ、友情はあんまり評価しなくていいと思います、はいはいはい、まあ弱くはないですけどね、まあその友情ブーストもあるから、ね、そう友情ブーストもあってキラーも乗ってきてっていう感じなんで、うんキラーエグいですからね、普通に、うんまあ、封じ M とダウンポジションキラーが合わさればかなりの火力になるのって期待できるんですけど、はい、はい、まだ、あ、サマで使いましたね、シンプルに、うんうんうん、まあ一番ね、まあ待望のって感じなんで、まあ、まあブロックももらったしね、うんうんうん、うん、まあでもサマってもう終わってるんですよねそもそもがまあね、タイバニとかあるし、そうタイバニとかもいるし、うんまあ、そもそもアナスタシアアルファとかも強かったりするんで、まあ普通にあそこは終わらせてるかなっていう感じでした。うんうん、使ってみた感じ、うんうんうん、シンプルに強い、うん、でまあぶっちゃけ使ってみたところで言うと、うん、テマニ、うん、ああそこそこテマニね、そうマイン対応してないけどどこまでいけるかなっていう感じだったんですけど、うんもうしっかりなんかね、ボス戦まで入っちゃえば、うん、十分活躍できるっていう感じでした。はいはいはい、ボス戦からはそのひっつき地雷になるのって、うん、しっかりネズコの地雷一旦爆発なんですけど取ってあげればこの 40% の割合も活かせる、うんうんうん、で、まあ、かなりボス戦までスムーズにいけるっていう方はネズコ1枠は全然ありなんじゃないかなと思いました、うんうん、個人的にミカサよりもネズコ派、ミカサ入れてる人はぜひネズコ持ってたらねネズコに変更になるんじゃないかなっていう感じ、はいはいはい、まあ、でもボス戦までスムーズにいけるっていうのが条件ですよ。まあばらまいてあるからね地雷は。そうそこはボス戦はばらまいてボス戦前はばらまいてあるので、うん、ちゃんと回収してあげないとね。そうそう、うん、だからちゃんとね、まあ、僕はミューズさんでやったんですけど、うん、ミューズさんでやると寝戦2回くらい打てるんで、うん、結構楽っすね、うん、40% ポンポン打てるみたいな、まあ、結局削りが結構しんどいからね、あそこのボス戦とかね。そう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 、うん、ボス戦からはね地雷気にならないのですごくネズコ天まりで使用感良かったなっていうのが感想なんですけど、うんうんまあ、でもネズコ1枠の他3体がちゃんと強いっていう条件ですけどね、うん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 、ちゃんと適正揃ってる人はわざわざネズコを入れていく必要はないかなっていう使用感、うんうん
はいはいはい、でもしっかりその40%割合持ってるっていうのが偉い、うん、あと僕同族に1ヶ月期でやったんですけど、うん、紋章行かないと結構雑魚倒せなかったり、あ届かダウンポジション入ってたとしてもね、うん、するので、まあ紋章必須かなっていう感じがしました、使ってみた感じ、うんうん、はい、まあ、なんでそこを気をつければまあテモにもやれちゃう性スペックではあると思ってます。まあでもおすすめしないよ、うん、ちゃんともう揃ってての人だからね、一枠採用ありかなレベル、はいはいはい、うん、まあ、その積極的に使ってこうっていう話ですね。そうそう、どうしても手がいない人が困ってたら、まあ、根塚という選択肢も、うん、ボス戦まではスムーズにいけるって人はありなんじゃないかなと思ってます、うん、まあ、ボス戦から苦戦するよって人はね、うんうん、ワンチャンあり、はいはいはい、うん、っていう感じでした、うんうん、そこ以外だとなんかね特に、まあ、サマとまあそこぐらいかなっていう感じだったんですけど、うん、まあ、現状ね、そうだね、そうそう、あとはもう適当なもうザコいところはね、うん、こいつ、まあ、友情不足が強くなってるんで、うんうんうん、まあ雑にいけちゃうかなっていう感じかな、うんうんうん、はい、でもね僕はやっぱり 40% 単体割合これを評価してあげたいなっていう感じがするんで、うんうんうん、今後全然出てきてもおかしくないですよね、クエスト的に、うんうんうん、なかなかいないですからね 40% ボーンは、うんうんうん、はい、まあでも根塚はね普通にまあ結構最近でもね使えるクエストで用意されたりとかしてたんで、はい、そういうとこでも使えるんじゃないかなっていう感じ、ね、まああと未開っすかね、うん、そうそうそう、未開の 42? うんうん、うん、あそこ俺最初は使ったし、今でも全然あそこダメージ与えづらいエナジーコンテナのステージなんで、うん、 うん、そういうところではねダメージ与えづらいな、割合で楽したいなってところでどんどん活躍していくんじゃないかなと思いました、うんうんうん、はい、ネズッチです、はい、ネズッチでしたじゃあいよいよ最後待ってましたって感じですよ。僕持ってないんですけど、はい、あのババゾノさんとマルチで、はい、あと小川さんから借り物して使わせていただきました、うん、渦井天元さん、はい、渦井天元、はい、はい、お待たせしました、お待たせしました、貫通アジン超攻撃型アンチワープマインスイーパー L 超レーザーストップ状態上レジストでコネクトスキルで超アンチダメージボール超アンチ減速壁、条件は地震と戦闘が固めキャラが2体以上または地震と撃種が固めキャラが1体以上ね。でストレクショットは、12ターンプラス8で、嫁と共に駆け回るアンドに地震と振り回しながら攻撃で、友情コンボは長距離アタッチボム6と、クロス爆撃ですね、はい、はい、ということでこちらなんですけども、まあ、結構いろいろ使ったんですよね、というのはやっぱりその対応が広くなってるからね、ワープ、マイスイ、ダメオ原則で追加されたのがワープと減速壁ですね、うんうんうん、ワープと減速壁入れちゃダメでしょ、しかも減速壁超だしそうだね、はい、初めからこれして欲しかったですねだからそう俺らが言ったのは、うん、あ、なんかこれで天元さん初めて実装されましたって言うんだったらおーみたいなねいやもう別キャラだもんそうそうそうこれそんぐらいのなんか強さはあるなっていう感じはしたけどもね、そう天元ね、もともとね、まあ、まずどこで連れてくのって感じだったんですよ、そう、まあね、対応がね原初見ますか、原初原初はダメオマインなんですよ、それだけだったから、まあどこで使うかねってなってたわけですよね、まあそうよね、うん、まあ表25が一番多かったですかね、はい、まあ、あそこ手通過されてて天元わざわざ入れてくっていうのは多分、うん、結構ガチな人だったらなかったかなっていう感じかな、うんうんうん、まあ、レジストとか便利なんですけどね、うんうん、まあ、それ以上に強いキャラたちがいっぱい出ちゃってたんで、はい、天元さんどこで使うってなってましたね、うん、はい、なんですけど、まあ、そこで対応ギミックが増えたんで、まあ、結構いけるようになったところもあると、で、まあまあ、まあ最初はあれかな、まあ、未開かなの、アミダ使うところやる、うん、で俺は使ったけど、やっぱ SS がすごい火力感的にいいかなみたいな、SS の話しちゃうと実況化2段階目で 2.5 倍もらってます、うんうんうん、これは異常です2.5 はもう多分実況化の中でも最高峰と言っていい数値だと思うんで、うん、まあ今ね一応3倍とかいるんですけど、うんうんうん、全然 2.5 はもう最高峰のラインにいるかなと思いました、うん、まあ、なんでやっぱりその見た目の派手さもなんていうかあるけども、めっちゃ派手だ、そう、ただちゃんと威力も出るようになったのかなっていう感じはする、そう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 、もともとが何歩かは分かんないんだけど、速攻まで高くなかった気がする、そう、だからなんかねちゃんとダメージ稼げて、あ、強いじゃんってなんか思う、あ、そう、ちゃんと強いなって思うレベルにね、2段階面接してくれましたね、なあって感じは、うん、これはありがたい、うん、あとまあ友情に関してもね、長距離アタッチボム6はなんかちゃんとダメージ出てるなっていうかね、しっかり削ってるなっていう、なんか難しい目のねクエストでも
ダメージ出てるなって体感でわかるかなって気がする、うん、見てください、うん、元の威力、うん、25,000、ね、25,000がだから倍近く持ってるんですよね、うん、ほぼ倍以上、うんうん、になってるんで、はい、目に見えてこうなんかゲージの減りとしてねグーっていうのがちゃんとしっかりわかるようなあの減り方してるなっていう感じはしますね、はい、うん、はい、まあなんで、まあ、クエスト的にはこれはまあマーチかなで使ったけど、まあ、マーチは普通にまあ別にめっちゃ強いっていうかなんかまあいけるかなっていうぐらいにはなった、まあ、属性以上が強いですからね、そう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 、属性なんで、うん、そう、それどうしてもあれなんだけど、はいはい、まあ普通にマーチもいけますっていう感じだし、あとはいや普通に無楽者良かったけどね、あ一緒にやったじゃないですか無楽者、はい、無楽者普通に強かった、まあ、いけたよね、うんうん、全然ありなレベルでした、うんうんうん、まあ自強化が強いのもあるし、うんうん、しっかりその調教アタッチボムも、うん、あの地味に削ってた、そうだね、まあ、地味っていうかもうだいぶ削ってる部類だと思いますけどね、なんかそうだね、うんうん、あれちゃんとまともに削るとすると結構大変だけど、結構大変だと思う、アタッチボムの分の削りもだいぶ当てにしていいって感じだった、当てにしていいっていう感じだったんで、うん、あマジで天元変わったなと思った、うんうん、まあ、この時点ですごいじゃん、マーチいけるようになってる、うん、まあ未開40の話、うん、で無楽者、うんうん、まあ、いつも通りのところ、うん、あの金色25とか、うんうん、この対応がねちょっとやっぱり偉すぎる ね、 そうね、ワープダメオだから一応あのスケルツァンドとかっていうタコも増えてるね、なんかいろいろ多分あると思うんすよ、うんうん、やっぱこの4アンドキックなんで、ね、うんうん、はい、そこやっぱりね偉いな、で 2.5 の自強化、うんうんうん、なかなか 2.5 はやっぱいないんで、うんうん、ステータスも悪くないし、そうね、追い方にしては3万1000もらっちゃってる、地味にやっぱ超レザスとかもねいいんだよな、そうですね、最近貫通されるけどね超レザス超レザスとかってるじゃないとなんかみたいな回復量上回ってるパターン、そう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 、あるんだよな、うん、難しいところですけど、でもかなり対応もね楽になってね、うん、自強化しっかり仕事してくれるようになったんで、まあアタチボもそうか、うん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 、すげー良くなったかな、一番の上げ幅、いや本当本当、今回の第2弾のね重心が変える中じゃ、うんうん、これはさすがに小西さんもねもうにっこりしていいと思います、俺小西さん戻ってきますから分かんないけどいやでもなんか天元のせいでしょでも天元持っててよかったなっていうか、そうよかったね天元さんっていうぐらいの性能はしてると思うでしょう、うん、最初に人がいやマジでマジでこれいやもう本当に使ってるの俺タイガー桜しか知らんあのパンデモニウムと一緒に使ってるタイの桜井しか俺たちも知らなかったけど、そう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 、そう超本力いくかこれみたいなレベルだったけど、珍しく俺諦めたキャラだからな、あのねゲットする追わなかったの、追わなかったっすね、うん、でもなんか全然いい感じのキャラになって帰ってきたかなっていう、そうですね、感じはする、うん、使っててなんかちょっと楽しかった天元さんは、うん、はい、しっかり仕事ももらっていいキャラになったと思いますけどね、うんうん、はい、天元に関しては、うん、うん、まあ、だけど一番手ではない、うん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 、今のあるクエストで、うん、そうね、もう絶対うずい天元トップみたいなステージはなくて、うん、まあ、まあ3番手以内にはいるみたいな感じの性能にはなってると思う、はい、うん、そうな、だからまあこれきっかけのあんまキャラ持ってないよって人とかもね、天元行ったら闇の王ですとかね、うんうん、まあ、さっき言ったクエストって役に立ってくるんですごくいいのかな、うんうん、まあ普段使いで友情としても使っていいと思いますし、うんうんうん、まあタイガー桜井もよく使ってたそのパンデモニウムと合わせで状況アタッチボムの数値も高くなってますし、うん、まあ、ワンマン確率っていうのも増えてるんじゃないですかね、うん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 、はいって感じかな、うん、はい、あとヒット数稼ぎね一部の人がやってる、はい、はい、アンチテーゼでやってください、はい、アンチテーゼの何姿勢か忘れたけど、まあ、あ、なるほどね、SS ね、すごい稼げるらしいんで、うん、俺はやったことない、うん、はい、という感じになっております、はい、はい、じゃあ一応この3体の中でなんかこうこれは注目だったなというかお気に入りというかあります、はい、自分のお気に入りはですね、そうですね、まあ、ネズコの 40% 割合とかも自分やっぱ割合中なんですごく気に入ってますし、天元がまさかの対応どう事業化もらったのもすごく気になってるんですけど、ち
ちょっと煉獄の友情強いなって思いましたね、使ってみて。いや、こんなに使用感変わるかっていうレベルで、こんな一つの友情で、うん、これすごいなと思いましたね。まさしく環境を変えそうなキャラっていう感じ。特に今天魔さんっつったら一番嫌な人多いかもしれないレベル。あんま環境が変わってなかったじゃないですか、ずっと鬼丸ですね。うん、まあ、でも煉獄使うにもやっぱりちょっと癖があって、あのバフをしっかりもらわなきゃいけないとか、あと結局は死ぬんで、ツインインボリューとかミスって変なことしてプニ倒さなかったりしたらやられちゃったりもするんで。そう、なんかやってる時に一回リズムが崩れるとみたいに、あ、そうそう言ってたじゃないですか。ちょっとリズム崩れるとやられちゃう時あった、うんうんうん、だけどまあその辺は慣れとかでうまくやればやれるんじゃないかなと思う、うんうんうん。なので、まあ、鬼丸編成飽きた人とかは煉獄の友情編成もありなのかな。まあ、だけど一番なんか、まあ、時間はかかるだろうけど無難なのは鬼丸4かなとは思いましたね、うん、でもこれはこっちで楽なので、すごく環境を変えたんじゃないですかね今回。まさかこいつで手間の環境変わると思わなかった。鬼丸持ってなくて煉獄持ってる人とかは助かりますか？いや、鬼丸持ってない人は結構助かる人多い気がしますね、うん、そのわざわざレッドスターズを引かなくても良くなった。今回のそのピックアップで、あ、ピックアップ第2弾はないのか。何パーでしたっけ、これ第2弾ですよね。 1.2、 まあでも 1.2 ありますね、うん、まあ鬼丸狙うよりは 1.2 で煉獄狙った方がいいかもね。その天魔さんめちゃくちゃ困ってるって人は、うん、それもありかもしれない。まあでもちょっと癖があるんで、あとはパーツとしてはなんか、まあ、煉獄4体って組めないんで、そのコネクトの章を行かなきゃいけないとか、まああとはコピーキャラを入れていかなきゃいけないとかあると思うんですけど、まあ例えばエビスとかね、多分エビスが一番いいんじゃないかなと思ってるんですけど、コピーキャラだと。そこら辺エビスとか持ってなかったらまた、うん、人によっては変わるけどね、判断が。まあ無難なのが鬼丸4だと思う。まああとはワルプルと組み合わせるとか。でも煉獄の良さを完全に活かしたいならワルプルじゃなくてなんかコピー枠な気がしてきたな、個人的には。はいはい、まあでももうちょいやればいい組み合わせが出てくるのかもね、うん、はい。まあてな感じで僕は今回煉獄がとりあえずちょっと強いかな。なんかワンパン以外でもしっかり友情で、まあもともとそんな弱くはなかったんですけど、さらに強くなった友情コンボは、うん、なんか注目するところがあるなと思いました。まあ煉獄あれっすよね、うん、その SS の癖ある感じとかは変わんないっすよね。まあ SS そうっすね。なんかそのギミック次第で攻撃力アップのやつに触れないとどうしようもない。あーそうっすね、剣鱗とかね。そう、剣鱗、そういうところではね、ワンパンとしては使えないですね。 その辺は変わんないですよね、うん、うん。まあ、でもなんか今そう何回も言うんですけど、ワンパンの時代でもなくなってきてるんで、うん、こういったなんか友情で仕事してくれるキャラになってくれたっつうのは、うん、いろいろと偉いんじゃないかな、うん、でなんやかんやこいつ耐性とかももともと偉かったし、うん、難しいところに連れてきやすい性能してますよね、うん。まあ、なんで一番なんか強化されてないかなと思った煉獄が、うん、使ってみたらまさかの良さにびっくりしました今回、うん。事前評価ではそうですもんね、さっきも言ったかねずこでしたもんね。事前評価、まあ、2段の中だったら、まあ、ねずこ変わってなかったんですよね、あんまり。だから天元の方がなんならそうか、うん、あ、そうか、変わりまくったんで、方で言う、うん、面白くなるかな、うん、自強化も強いし、うん、まあ僕持ってないんですけど、うん、まあ、でも結局なんか1個の友情でここまで変えてしまう煉獄にはびっくりしましたね。じゃあ宮本さんは煉獄、うん、煉獄かなり強いっすね、うん、なんか、うん、助かる人が多そうって意味でも、ね、うん、ちなみにあの急に亡くなったババゾノさんはどうやら天元が一番お気に入りっぽかった。やっぱ 2.5 倍の倍率もらいましたしね、うん、まあ変わりすぎっすもん、うん、ババゾノさんどこ行ったんだろう。ババゾノさんね、急にいなくなっちゃってね、鬼になったのか、鬼になっちゃったか。じゃあ、まあこれ
第3弾と第2弾の中心化回答どっちもやってきて、ガチャ、まあガチャというか、はい、ちょっと全部見ますか。今中心化回答となってる。やっぱ宮坊さんはあれですか、全体的には全部混ぜたら甘露寺ですか、一番注目。俺甘露寺っすね。うん、で使ってみても、まあ、この第3のキャラたちはもう全部イコールレベル、イコールとは言わないけど、うん、まあなんか水準高いなと思ってます。うん、うん、でまあ煉獄も同じレベルにいるかな、うんうん、なるほどね、っていう感じがしますけどね。じゃあさっきこの4体強いかなちょっと言いかけてましたけど、はい、そのガチャの優先度というか、でもやっぱり第3弾が力的には強いと思うので、第3弾を引いてキャッチで煉獄ゲットできたらまあベストかな。煉獄ネスコ、うん、天元、まあこの辺りはキャッチで、うん、まあ、わざわざこっちを引くあれもないかな。こっちが多分全体キャラパワーが強いんで、うん、まあでも天魔さんどうしても困ってるって人はワンチャンあるのかなっていう感じ。煉獄だけ狙いに行っても、うん、まあでも言うてそのさっきも言ったようにキャラの組み合わせによるんで、うん、手持ちにはよると思います。煉獄4とかはちょっと始めたての人とかもらってもコネクトの人も大変ですし、うん、結構困るかなっていう感じがするんで、まあ自分のその手持ちと照らし合わせて、まあ天馬さん友情したいな、プレデビュール友情ゲーしたいなとか、うん、まあ、どれもやっぱその友情ゲーっつってもギミック対応は合ってないんで、なんかコツっつうのはあると思うんですけど、うん、そこら辺できる自信があるんだったら、まあいろんな人の動画とかも参考にしてみてね、うん、それで、まあ、煉獄を引くかどうか、第2弾を引くかどうかは決めた方がいいと思います。うん、煉獄はまあ煉獄というか第2弾と第1弾は単体のピックアップないですからね。そうなんですよね。そう、これはなんかあるんですけど、ね、そっちはね今まだ来てないのか、明日ぐらいからかな。うん、あるんですけど、はい、うん、まあちょっと煉獄欲しいなって人は結構今多いんじゃないかなとか思いました。特に鬼丸がきついからね、引くの。うん、レッドスターズ短期狙いはきついですもんね。うん、マジで同等ぐらいにいると思うんで、うん、レッドスターズ引くよりはここで引いといた方がもしかしたら楽か、うん、はい、でも基本的に第3弾で、第3弾が基本キャッチで煉獄狙えたらかな、うん、弱くはないっすよね。いや、強いっすね。そう、1段の、1段じゃない、第3段の評価を先に公開して、そうっすね、もうたまにね、やっぱあんま強くないんじゃないっていうご意見がね、うん、あるんですが、弱くはないよね。弱くはないっすね、うん、まあ、だけど、やっぱりみんなも、うん、まあ僕も思うことあるんですけど、うん、やっぱパッとハマるキャラが強いよね、もう適性をもらっている、うん、しかも上の一番上の難易度レベルでね、うん、だからそういうキャラっていうのは第3弾で今のところ、まあ光属性のかまど炭治郎&禰豆子、うん、まあでも同等レベルのやつがもう実装されちゃってるんで、チェーンソーマンみたいなね、うん、だからそこと比べちゃうとなんか物足りなく感じる気持ちもまあ分かりますね。結局将来的なキャラなんで、甘露寺とか俺の評価してる、うん、まあゆえにね、今がっつり活躍できそうな煉獄とかを評価上がる人も多いかもね、うん、うん、その気持ちも分かります。めちゃくちゃ、はい、でも平均して高いと思いますレベルは。はい、はい、はい、ということで以上になります。はい、我々メンバーシップもやっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。